はい、ありがとう整体の平野です。まあ、今ね、ちょうど86歳の女性の方なんですけども、まあ、3、4年前まではね、まあ、ちょっと定期的に、来ていただいてたんですが、今回ね、背中がすごく痛くなって、まあ、その時にちょっとお孫さんが気づいてくれて、ありがとう整体行ってきたらという形で、4日前ですね、施術をさせていただいて、で、まあ、3日間取れなかったんだけども、昨日ですね、3日間か。目に、まあ、本当にすごく楽になってきたっていうね、話をしていただきました。やはりその時にね、痛みを取るっていうのはね、例えば痛み止めだとかね、こうすれば、変わるのかもしれないんだけども、まあ、そうではなくて、やはりその歩き方だとか、体の動かし方がね、変わることによって、まあ、血液が回り出して、そして酸素がね、胸が開いて、まあ、呼吸、その時確か、前回、この前やった時に、すごく胸が開くようになりましたという話をね、してくださって、酸素をたくさん取り入れられて、そして血流が良くなって、その部分に、まあ、酸素が供給されて、で、気づいたら、痛みがね、随分取れましたというね、ことになる。まあ、気づいたら、そういえば、良くなっていた。もう本当にこれはね、私の整体の目指すところで、私が魔法でガッて直すとかですね、部品をね、こう、入れ替えて直すとかではなくて、やはり当然その人の治癒力をね、が直すに決まっているんで、まあ、そのお手伝いを、させていただいた中で、そういうね、86歳でもですね、動き方が変わればですね、痛みが取れて、まあ、その、先ほど言ってたのが、まあ、胃がんじゃないかってすごくね、こう心配したというね、話をしてくれましたけども、ね、本当にその、確かに胃がこう、前がね、こう潰れて、胃を潰すだとかね、肝臓を潰す、腎臓を潰すっていうのも、当然あって、まあ、それがずっと続けばですね、もしかしたら、そういう方向にも行っていってしまう。その前に、背中の痛みとして教えてくれる、体が教えてくれるとしたらですね、この潰れている体を起こしてあげて、酸素を肺にね、酸素をたくさん供給して、そして心臓も開くんで血流が良くなって、そして危険信号である痛みというものがね、取れたというふうに考えれば、まあ、考えればですけどもね、非常にいい施術がねできたなというふうに思います。どうしてもですね、こう皆さん、痛みが、ね、あると嫌だな、で不具合があると嫌だな、当然それはそう思いますけども、体からのサイン、ね、これ以上いくともっと、大変なことが起きてしまうよというサインをですね、なるべくその痛み止めでいきなり消すのではなくてですね、その痛みの原因を探っていく、まあ、いろんな原因が当然あると思うんですけども、まあ、当院の場合は、まあ、この巻き方でね、こう肺を潰してとにかく呼吸が浅い、という部分、ね、を、がまあ、酸欠状態をもたらして、まあ、様々な問題をね、起こしている。ですから、そこをね、一番ね、今、目標としてね、酸素がたくさん入る状態を目標として、施術をさせていただいてます。そこには、靭帯の問題や、座骨の問題や、足の裏の問題もね、これは、関わってくるんですね。そこを治そうと思っても、そこがし、基本がしっかりしてないと、軸がしっかりしてないと、そこは、広がってこない。そんな、整体をしていて、86歳の女性でもですね、回復したという、お話でした。